ルイ・セ王に真珠を誓うレーモン七世。レーモン七世は、トゥールーズ博、サンジル博、ナルボンヌ公、ゴティア公、プロバンス公。レーモン九世と呼ばれることもある。レーモン六世と、イングランド王女女王の子。母方の祖父は、イングランド王ヘンリー二世であり、リチャード実親王とジョン・ケツチ王は叔父である。1215年、第四ラテラン公会議は、父レモン六世から、 すべての領土を取り上げ、シモンド・モンフォールへ授け、もし彼が、自らの宗教的正義を認めた場合は、レーモン六世には、プロヴァンス公の称号のみ残すとした。イルド・フランスのシモンド・モンフォールを取り立てることは、フィリップ尊厳王へ敬意を払うことと同じだった。アルビジョは十字軍最中の1216年5月、フシはマルセイユに上陸し、 モンフォールの守備隊が留まるボーケールの城を包囲し、8月に陥落させた。その後レーモン6世はアラゴン王国へ向かい、一方レーモン7世はモンフォール軍に包囲された。城の守備隊を救うため、モンフォールは城を解放し8月24日に町を包囲しなければならなかった。これは、奥下にあにおけるシモンド・モンフォール初めての敗北となった。夜明けに反乱が始まったのである。 モンフォールがバランティノワで戦闘中であったりを生かして、レーモン6世はトゥールーズを取り戻し、すぐに息子も加わった。宗教的にエスカレートしていく戦いを避けるため、10年もの間破門状態のレーモン6世は背後に回り、一方レーモン7世が、シモンのコアモーリー6世とモンフォールとの戦いを指揮し、湿地を回復していった。1222年、父の死により、白衣を継承。 トゥールーズ博となった時、アモーリー6世の反対はなかったが、レーモン7世は波紋の範囲内のままだった。彼は、ホア博レーモンロジェと同盟関係にあった。レーモンロジェのコロジェベルナール2世と、タイモンホール戦を続行し、大ラングドックを回復すべく、カルカソンヌを包囲していた。アモーリーは、唯一勢力下にあったカルカソンヌを失い、イルド・フランスに退去し、 自らが奥タニアに持つすべての領土を、類発生へ移譲した。1224年9月14日、アルビジョは十字軍は降伏し、フランス南部の領主たちはいずれも、教会と和平を結んだ。しかし、1225年ブール受教会会議において、レーモン七世が、一旦カタリ派と戦うことを約束させられたにも、かかわらず、こうした約束はレーモン七世に対して起こされた。 新たな十字軍の結成の妨げにならなかった。シシオ王と呼ばれていたフランス王ルイ八世は、ラングドックにおいて王権を行使するため、紛争を更新する必要があった。ロジェベルナール二世は和平を維持しようとしたが、王は、ホアハクの施設を拒み、ホアハクとトゥールーズハクは再び武器を手に取った。戦いは、ほとんどが、断続的な小競り合いであった。1229年1月、 レーモン七世はフランス王に降伏し、パリ条約に署名させられた。条約によってレーモン七世はトランカベル子爵領をフランス王に割上し、白くらいの継承予定者である一人娘、ジャンヌをフランス王子アルフォンスと結婚させなければならなくなった。王室による白領の貢献を取り除き、ルイ八世と娘婿アルフォンスに対抗できる同盟関係を樹立しようと、 イングランド王、ホワハク、ポワトゥー領主遊具十世ドリュジニャンとの同盟関係が形成された。この連合は同時にポワトゥーとラングドックで反乱を起こした。しかし、リュジニャンの軽率さと敵との内通が早くに明らかになり、1242年のタイエブールの戦いで、レーモン七世は敗北した。1243年1月、 戦闘が勃発する前に連合を離脱したレーモン七世はホアハクリョウを攻撃した。ついに1243年、レーモンはルイ九世に神獣を誓い、ホアハクリョウを占領した。1248年、ルイ西王は大勢の自軍を引き連れて十字軍へ参加した。レーモンは王の不在を利用して失われたかつての領地を取り戻そうと格索したが、 病を得て1249年に、未央にて52歳で死んだ。レーモン7世の死後、トゥールーズ白衣を継承したのは、娘婿アルフォンスであった。アルフォンスが着手なきまま死ぬと、白領は、フランス王領に併合された。レーモン7世は、母ジョーンの眠る、フォントブロー修道院に埋葬された。1211年、アラゴン王女サンシーと結婚。1220年に、 一人娘ジャングド・トゥールーズを設けた。1241年にレーモンはサンシーと離婚し、当時比類なき美女と歌われていたプロバンス博、女サンシー・ド・プロバンスとの結婚を彼女の父レーモン・ベランジ4世と交渉したが、この結婚はローマ教皇の同意が必要であった。そして教皇家レスティノス4世が死ぬと、時代教皇を決める選挙が1年行われなかった。 待ちくたびれた、レーモン・ベランジ4世は娘を、コーンウォール・ハク・リチャードと結婚させた。1243年、レーモンは、マルグリット・ド・リュジニャンと結婚した。しかし、結婚は1245年に、近親婚を理由として、教皇の審判官から無効とされた。ありがとうございます。